い、こんにちは皆さん、モアリです。今日はタイトルにもありますように SNS のことですね。 SNS のことについてちょっとお話ししていこうかなと思います。はい、じゃあまず何を話していくかっていうところなんですが、インスタグラム皆さんやってますよね。インスタグラムどうかな、 Twitter ってどうかな、 YouTube ってどうかなっていうところをちょっと見ていこうかなと思います。タイトルだいぶこうね、釣りみたいな感じになってますが、実際どうなのかっていうところをちょっと携帯SNS のインプレッション数とか、インプレッションっていうのはまあ見られた数、その投稿を見られた数を見たりとか、実際に見た人がリンクを踏んでどんだけ行ったかっていうところを、まあ、インプレッション数っていう形で見れるんですけど、それをちょっと検証していこうかなということで動画にしました。で、昨日の夜ですね、何時だろう、10時ぐらいに乳房の撮影しました、乳房の写真撮ってきましたっていう形で投稿したんですが、それの投稿のインプレッション数をちょっと見ていこうかなと思います。インスタグラムとツイッター両方に投稿しました。はい、で、まあ、大体おおよそ同じ時間ですね。10時ぐらいに投稿して、まあ、今2時なんですけど、16時間ですね。16時間どんだけ人に見られたかっていう形も、見ていこうかなと思います。で、ちなみにインスタグラムは、1年ちょっと1年半ぐらい、いやもっとかなぐらいはやってます。で、ちなみにツイッターの方を始めたのが約3ヶ月経ってないぐらい、まあ、その差もでかいと思うんですが、一応どんな感じで見られたかっていうところをちょっと携帯で見ていこうかなと思います。まずツイッターから昨日投稿したその乳房撮影しましたっていう、めっちゃ可愛く撮れましたっていう形のツイートに対してインプレッション数が333です。はい、エンゲージメント総数っていう、まあこれが反応した数ですね。何に対して反応したか、まあ写真をタップしたのか、まあ何かしたのか、クリック数とかいいねをしてくれたのかっていう形のやつが44です。はい、で、まあプロフィールに飛んだとかが、まあそこに含まれてくるかなと思います。はい、まあこんな感じ。ツイッターはこんな感じで、インスタグラム、問題のインスタグラム、はい、昨日3投稿、3つ投稿バンバンバンとしたんですが、その中で、インプレッション数が一番高いやつをちょっと見てみますね。一番高いやつが1779インプレッションですね。はい、でホームからこう見て、まあやっぱりフォロワーさんが多いので、インスタグラムの場合はそういう感じで伸びていくっていう形になるかなと思います。で、リーチ、まあ、発見したっていう形ですねが、1000あったんですけど、そのうちの1000のうちのフォロワーさんじゃない人は 5% っていう形です。なので大体50人ぐらいは新しい新規の方に見ていただいたっていう形になるかなと思います。昨日の投稿ではそんな感じですね。で、一番少なかったリーチで、まあ、3投稿したうちのリーチ、一番少ない投稿が1616ですね、が、まあ1616がインプレッション数、まあ、見ていただいたっていう形になるかなと思います。まあ、3投稿一気にしたのでバンバンバンとこういう形で、減ったのかなと思います。まあ、こういう形の差も分かるので面白いかなと思います。で、インプレッション数1600っていうことで、まあ、ツイッターと比べてこうね、見るとやっぱりツイッターは300で、インスタグラムは1600、まあ差がすごいと思うんですけど、インスタグラムの伸び悩むっていうか、まあこのぐらいが限界かな。まあ言って2700500、インプレッション数でいうと2700とか3000ぐらいまでが上限なの、なってくるかなと思います。はい、でツイッターです。ツイッターが一番やっぱり伸びると、僕が一番伸びてる投稿が一番上に固定、まあそれはそうですけど、上に固定するっていう機能がツイッターにはあります。で、チャンネル登録お願いしますっていう形でツイッターの上の方に、一番上のところにツイートを固定させていただいてるんですけど、そのインプレッション数がすごくて、やっぱり8723、これなんでかっていうと、まあ一番上にある投稿っていうこともあるし、リツイートが83いってるんですね。まあその段階でこう拡散力がすごいのかなと思います。まあ少なくともリツイートで、まあ他の人にこう見ていただいて、それでもインプレッション数に反映されるので、はい、なかなかそれで多くなってるのかなと思います。やっぱツイッターの強いところってそこかなと思うので、最近はツイッターの方がいいかなっていう形に思ってる次第でございます。
さらに僕 YouTube 始めました。 YouTube 始めたので、ちょっと今このグラフっていうのが見れるんですけど、どれだけ例えば Instagram から YouTube の方に何人流れてきた、 Twitter から何人流れてきたっていうのが分かるようになってます。はい、実は分かってます。はい、本当にインスタグラムのあのストーリーから飛ぶ人が何人いるのか、ツイッターから何人飛んでもらってるのかっていうのが全て分かってます。はい、なので正直面白いです。正直面白いので、ああいう形でストーリーにも上げたりするし、いろいろしてます。なので実験をしてました。はい、一つ実験をしてました。はい、じゃあちょっと報告をしようかなと思います。ツイッターから、あーごめんなさい、インスタグラムからまあ、流れてきた人っていうのは YouTube に流れてきたっていう人は Instagram から 1.6% です。これが現実です。はい、で他の検索ツール、Instagram の次にあった検索ツールが、Yahoo ですね。 Yahoo から 5.4% 来てます。なので多分検索なので、まあ例えば出張カメラマンで検索するのか、あとはまあカメラの 70D とかで検索して来てくれてるのか、あとは GFX100 のやつで来てくれてるのか、まああとは Godox で来てるのかっていうところになるかなと思います。はい、じゃあ次 Google です。 Google で検索をして、まあ Yahoo と同じですね、検索をしてまあ来てる確率パーセントが 23.2%。はい、流行る第1位、ツイッターです。はい、みんな驚くかもしれませんがツイッターですね。はい、ツイッターから来てくれてます。ツイッターから来ていただいたパーセントは 51.9% です。はい、もう半分以上っていう形になってます。なのでツイッターすごいかなと思ってるので、今力入れてるのは正直ツイッターです。ツイッターに力入れてます。ツイッターと、まあ、YouTube ももちろん毎日投稿してるので YouTube は力入れてます。あとツイッターは本当にめちゃくちゃ力入れてます。大事だなと思ってるのでツイッターやってます。と再生時間とか、再生維持率、何分間見られた、平均ですよ、何分間見られたかっていうのも見れちゃいます、 YouTube。 はい、それがすごいところで、まあ、ざっくり言いますね。あんまりしっかりと言ってしまうとあれなので、ざっくりと言うとツイッターから見に来ていただいている人は半分、動画の半分、例えば10分の動画があったら5分とか、まあ、4分半とかは見てくれてます。でインスタグラムから見に来ていただいた人はかなり少ないですね。2分とか、10分の動画で2分とかしか見なかったりとかするので、正直インスタグラムのあのストーリーに上げるのはやらない方がいいのかなとまで思っちゃう感じでございます。はい、ただインスタグラムから毎回1か2ぐらいは飛んでいっていただいているので、その1人か2人のためにちょっとやろうかなと、まあストーリー上げるだけなので、まあ、そんなに時間かからないかと思うので、そちらに行こうかなと考えております。まあほぼほぼツイッターに今から今後はシフトチェンジをしていきたいなと考えて、まあまあまあ今までもこうずっとね力を入れてきてるのはツイッターの方、今力入れてきてるので変わらずそういう風な感じでやっていこうかなと思うんですけど、まあ、特にさらに力を入れていきたいなと、正直インスタグラムもうやばいかなっていうのは感じてます。はい、で何がやばい、頭打ちな気がするんですよね、正直ね。はい、でもインスタグラムから、インスタグラムのいいところって、例えばストーリーこう上げます、で上げると、直接の、まあ、例えばねスタンプをこう、あこの人にスタンプいいねとか送るような感じじゃないので、スタンプを例えば送ります。で送った後にこうダイレクトでキャッチボールができるので、それがいいなとインスタグラムは思うんですよ。ダイレクトでやって何がいいかっていうと、実際そこからの取引のお話だったりっていう形に移れるのでいいかなと思うんですよ。例えばなんかモデルの撮影したいですとか、何か撮影し、これ撮影しましたっていう形ですると、そこからダイレクトでこうキャッチボールができるので、こんな感じで撮影やってますっていう形でやって言うと、あじゃあぜひお願いしますっていう形で流れてきていただける方も中にはいるんですよ。中にはいるので、
なのであそこをやめられないかなと思うんですよ。なかなかねコメントでは、じゃ例えばこう投稿のやつに対してのコメントではなかなかこういけなかったりとかもするので、ストーリーああいう形でこうキャッチボールができるのでいいのかなというところ、そこは思います。はい、なのでまあ結果的に何が言えるかっていうと、 SNS はほぼほぼ全部やってた方が間違いはないかなと。ただ力の入れどころをちゃんとこうね分けていった方がいいかなと思います。まあ、今後どういう風な、明日例えば明日インスタグラム大型アップデートきますっていう形もなくはないと思うんですよ。なくはないので、まあ、そういう形で準備しといてもいいのかなと思います。例えばインスタグラム正直もうやばい、ツイッターの方に力入れた方がいいんじゃねっていう形です。インスタグラムよりツイッターの方が拡散力は確実にあるけど、インスタグラムの方が営業的には使える。カメラマンのこのなんていうの、悩みは正直あります。なのでまあ全部こう均等にやれればいいんですけど、でも今一番力入れるべきなのはツイッターな、ツイッター YouTube なのかなと思います。なのでそこに力をかなり入れていこうかなと思っております。はい、もちろんインスタグラムもさっき言ったようにアップデートがめちゃくちゃいいアップデートが来たら力をもう一回戻します。インスタグラムに力を戻します。はい、逆転するかもしれません。はい、そこは分からないです。なので、まあ、今後こういう形で、まあ、今一番力入れるべきは 何なのかっていうところを毎回毎回こう動画で上げていこうかなと思うので、そういう動画を見ていただいたらいいねボタンとかコメントとかチャンネル登録、まだまだしてない方ぜひしていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。はい、今回はこんな感じで SNS 評論家みたいなのわけわかんないですけどね、はい、ちょっとしてみた次第でございます。はい、今回は以上になります。じゃあバイバイ。